じゃあちょっとゲーム入りましょう。で、あの単なる開発バージョン持ってきてもあのデバッグコマンドだらけで楽しくないので、ちょっとだけ皆さんに説明しやすいようなあの内容にしてきました。これムービーじゃないんですよね。これムービーですよ。これムービーじゃないですよ。マジ？すいません。どっち？はい、あのちょっとカメラ回してくれる？おお、ちゃんと実機でしたね。嘘じゃなかったですね。はい、はい、今雨降ってますよ。この雨もちゃんとキャラクターがこう濡れてったりするんですね。他のキャラクターもどんどん見せてください。あ、兄貴、はい、グラディオちょっと寄ってみたりして、あ、はい、でちょっと次に行こう。はい、これはプロンプトですね。ムードメーカーですね。はい、あ、ちなみにあの、ね、去年 のプロンプトよりもちょっと、ね、イメチェンしてるんですよね。髪型をちょっとだけ変更して、あとねその基本の表情を多少変えてますね。なるほど、はい、男前になってるんじゃないかと思います。はい、はい、次はイグニス。これイグニスですね。テッカテカですね、服が。濡れてるのにすごい澄ましてます、ね。はい、そうですね、まあ、晴れてても濡れてても今こいつこれしかないんですけどでもこんな感じで時間が流れたり天候が変化したりそういうのがこの世界の中では普通に起こるっていうのをちょっとお見せしたかったと。はい、で、まあ、ちょっと雨が降るとですね単に水がこう降ってるだけじゃなくて水たまりもできるんですよね。ちょっと水たまり見てください。よくできてるんで。あ、カエル。はい、あのカエルを見せたいわけではありませんカエルの近くの水たまりを。確かに水たまりありますよね。そうそうそう、これは高低差をちゃんと見て、あ、すごいな、はい、水ができるようになっていたり、まあ、ちょっと屋根があるところだとその下は濡れなかったりそういう風になるんですね。なるほど、はい、でこういうそのやっぱり生きた世界っていうのをなるべく実現しようと思って今技術メンバーが鋭意制作中だったりしますね。はい、でちょっと晴れにしてくれる。今は手元で操作できるようにしちゃってますけど、これ本当は普通に雨が止んでしばらくすると乾いていくっていうのがもうちょっとゆっくり起こるんですね。今高速なんですよね。そうです、今すごい高速モードにしてます。はい、はい、あ、もう一回キャラクター見ましょうか。晴れたんで。お、確かに服ももう濡れてないですね。濡れてないですね。微妙すぎて分かんないかもしれないですけど髪もね乾いてるんですよね今。細かいな。細かすぎて届かないですねそこ他のキャラも。ああ、確かに、はい、サラサラっとしましたね。去年 E3 でお出しした、ゲームプレイのデモ、ちょうど同じロケーションで都庁前でベヒーモスなんかと戦ったんですけど、あの時の環境よりもさらに進んで今現在、ルミナスとですね当時 E3 の時に使っていたエボニーというふうに僕ら呼んでいる15のオリジナルの環境と統合して本番環境でゲームが動くようになってます。だから大きくこれから開発が進んでいくと思われます。どんどん進めて。なるほど、うん、じゃあ実際動かそうかと思うので皆さんちょっと見ててください。お、 UI 出ましたね。で、ま、あ、そうだね、ここの周りをちょっと 見てもらおうか。回して、はあ、すごいっすね。ここはさっき言ったように昨年 E3 の時にベヒーモスと戦ってた場所ですね。はい、で今手元で時間も変えられるようにしてるんですね。本当はゲームの中で持っていくんですけど24時間どんどん変えてください。お、暗くなってきました。そうですね、自然にそのまま夜まで切り替わってでその後また朝が来ると。でそうやって時間がずっと流れ続ける世界で日が経過していくにつれ、旅が進んでいくっていう風になってます。なるほど。去年 E3 の、バトルのトレーラーにも夜のシーン入れたんですけど、あの時は夜用にかなり何日か時間かけてチューニングしないと夜作れなかったんですが、今は朝昼自然に世界の中で推移するようなところまで行っています。はい、じゃあちょっとバトルを見ていただきたいと思うので。お、ちょっと怖い。高い。これ高いですね。あ、こんな感じですね上から見ると。
今ちなみにこれ大体ね 70から80% ぐらいのクオリティです。体験版をお届けするタイミングだともうちょっとクオリティ上がってると思いますね。なるほど、はい、こんな感じで。じゃあバトル行ってみましょうか。はい、まあ、やっぱここで戦うんだったらこいつかなっていうのを今ベヒーマスます、ね、はい。あれあれちっちゃいのは、あ、ゴブリン。これ今回一押しのゴブリンです。ゴブリン芸が細かいしキャッキャ笑ってたりしてちょっとファイブチックなゴブリンですね。あ、そうですね。あのね、洞窟に入っていくとこいつ結構いるんですね。今ずっと避けてますけど、これはこれはまあ細かいゲームシステムの説明は今回ちょっと避けますけれど、ずっとボタンを防御のボタンを押し続けてるとああやって回避をし続けてくれる、そういうシステムになってますね。なるほど、はい、攻撃も攻撃ボタンを押してるだけで勝手に攻撃してくれるんで、アクションなんですけどすごく簡単にいろんな技が出るようになっていて、なんかこう去年の E3 の PV よりももっさりしたんじゃないか、はい、意見もありましたけど、ね、らしいですね。もっさりしてません。たださっきちょっと言いましたけど E3 の時はまだ別の仮の環境で開発してたんですよね。で仮の環境で一回一気に完成度を引き上げてこれくらいのゲームに仕上げようっていうのを決めたんです。そして今本番環境に移行している段階なのでまだ完全にモーションなんかも100% の状態に持ってけてない部分はあるので、まあ、これからどんどん良くなりますよ。ちなみにもう時間の方がどんどんなくなってきてるということなんで、ベヒマスって倒せたりするんですか今。これ倒せますか。さっきからイグニスと協力攻撃したりしてると思うんですが、これも特別な操作は必要なくて近くにいる仲間とその時出せる連携技が自動でどんどん出てきます。はい、もうちょっと無理だね。そうですね、うん、ちょっと時間がもう足りない。ここまでしか無理みたいです。ごめんなさい。あ、でもああもう倒した。あ、ギリ倒しましたね。はい、はい、はい。さあということで実機プレイだったのでどうもありがとうございました。PV 詐欺ではないということがお分かりいただけたかなと。